はい、それでは第7弾、行ってみましょうか。気がつけばプロカーも一月空いたのか。11月は1本しかなかったですからね。この部分を作ってる現在も11月だけど間に合わないんだろうな。他のシリーズも突っかえてんだ。遊んでないで作れよ。まあいいや、それで今回のコースは。いい加減コース形状で探す癖直せよ。そんなわけで今回は初の行動サーキット、ロングビーチ市街地コースです。どこか見覚えのあるコースだなぁと思ったら、クルーのイベントにも登場していたんですね。確か終盤のレイアウトが微妙に違うだけだったっけ。そして今回の車はレース好きなら誰もが目にしたことがあろうあの1台です。別にサムネに映ってるしもったいぶることもないと思うけど。いや、まあそう言っちゃえばそうなんですけど。はい、今回は早期購入特典のスカイライン GTR、グループ A 仕様で行ってみましょう。カラーはユニシア、リーボックと並んで有名なカルソニックです。正直解説なんていらないほど有名な1台ですが、プロジェクトカーズを実況するなら外せない1台ではありますよね。外観こそノーマル前としてるけど、出力は2倍なんだっけ。今回は当時のグループ A 車両の速さの比較として少しばかり設定をいじってみました。え、またなんかやるの？そんなわけで今回もカテゴリー混合のレースにしていきたいと思いますが、今までは速度差がありすぎてあんまり意味がなかったですよね。そこで今回は比較的性能の近いグループ A と GT4 の混合で行ってみたいと思います。カテゴリー内の車の年式差は優に20年。単純なパワーではスカイラインの方が上でしょうが、それ以外の面では苦戦を強いられそうですね。GT4 の後ろからスタートか。ストレートのスピード差はどうなんだろうね。シエラならともかく、スカイラインだといくらか有利だと思うけど。さて、相変わらずスタートでは出遅れていますが、今回は市街地コース、見ての通りすぐ前に詰まり始めます。少し団子がほぐれたところで車線変更、1コーナーラインを取りたいところです。最初は左に90度の直角コーナー、おまけに狭くて詰まり、やばいコントロールがつかない、あややーっと。あ、危なかった。最初のコーナーでこんなに暴れられるとか迷惑以外の何者でもないわ。続いて噴水の前を抜ける2、3コーナー。少しずつですが GT4 を食い始めましたね。低速コーナーなら思ったより差はないのかな。噴水の前を抜けたら今度は右に90度のコーナー。ここでファンサービスとばかりに縁石でジャンプを決めます。いらんことすんなよ。さらに連続して右に90度。なんか詰まってるのでインカットしてまとめてトスです。気がつけば総合4位か。思ったより通用するものね。ちょっとどさくさ感が拭えませんか。コースによっては面白い勝負が見られそう。そして今度は90度超えの左コーナー、再び一つまでシフトダウン。市街地コースだけに交差点を抜ける直角コーナーが多いわね。同じ行動コースでもモンテカルロとは大違いだわ。と意味と地柄の違いなんだろうけど、向こうは市街地、こっちは都市って感じですよね。ロングビーチは車線が多くてコースが広い分、いくらかは楽に感じますが。ストレートの終わりには再び直角コーナー、ここから終盤エリアに入っていきます。この車で走っていて思ったんですが、無理をしなければ本当に安定して走れますね。流れ出しも穏やかで、これ以上無理すると回るってのがつかみやすいです。さてと、後ろは駐車場を抜けて最終コーナー、ここでインストしたのはいい思い出ですよ。指が足りてればクラッチを蹴りながら曲がれるんですが、パッと J の辛いところ、まあいいや、これで一周です。お疲れ様でした。基本的には直角コーナーで構成されたレイアウトで、難易度はそこまで高くないのかなぁといった印象。市街地特有の見通しの悪さはありますが、モンテカルロに比べればマシですね。さて、2周目ということで恒例の車両紹介。といきたいところですが、まずは日産のグループ A での活動についてからまとめてみました。日本でグループ A 企画のレースが始まったのは85年。ここに日産は R30 型、通称鉄仮面のツーリングカーを持ち込みました。最初の回で触れたのがこの車のグループ5仕様だったっけ。この鉄仮面は486年にシリーズチャンピオンに、この時のドライバーは F1 でおなじみの鈴木炙りさんでした。続けて87年、R31 型のスカイラインを投入。当時のライバルは702プラにスタリオン、そしてこの頃よりフォードのシエラが登場します。このシエラに88年、9年と苦しめられた日産。そして90年よりこの R32 型のスカイラインを投入、GTR の名を冠したスカイラインの参戦は実に18年ぶりとなりました。第1戦、西日本サーキットより登場した2台のスカイラインは、先代のライバル、シエラを全車周回遅れにするという異次元の速さを披露。この速さはシエラ勢が GTR にくら替えするほどで、191年の最終戦、インターテックよりついに GTR のワンメイクとなりました。結局 GTR は93年のグループ A の終焉までの前線で優勝。海外でもスパ24時間、マカオキアレースなどで速さを見せつけ、グループ A の終わった国内でも JGTC、全日本 GT 選手権などで活躍したのでした。そしてその速さはサーキットのみにとどまらず、ストリートの世界に持ち込まれたのは言うまでもないですね。
さてと、とりあえずこんなもんかな。今回も随分と喋ったな。本当はベースの車にももうちょっと触れたかったんですけど、尺的にこれが限界ですね。ほう、なんだかんだで総合3位か。9位にもフィエラが入ってるし、全く歯が立たないわけではないってわけね。コースによってはもっと混戦が見れるのかも。さてと、それでは予告通りラグナセカでの後半戦をどうぞ。はいどうも、イザヨイです。今回は予告通り後半戦をお届けしたいと思います。と言っても話すことなんて特にないんですよね。とりあえず現在はアストンの後ろ、3番手を走行中。ここで円をついてノーズを突っ込みます。ちょっと当たっちゃいましたね。とにかくこれで2番手、残るは先頭の DM だけです。結構差があるようにも感じますが、割とあっさり追いつきましたね。脱出速度もこっちが上みたいですし、ささっと決めますか。はい、これでトップですね。ブレーキで若干ロックしましたが、 GTE マシンの安定性は随一です。そして第6コーナー、ここでは少しアウト側に攻めてみました。ご覧の通りはみ出しても問題なしですね。車がいいってのもありますが、続けてコークスクリューへのブレーキング。路面のせいで車が跳ねてるのかロックしがちです。前の週や本編でも前の車に突っ込みそうになってるのを見ると追い越し禁止も納得ですね。お疲れ様でした。最後に本編の注釈ですが、グループ A に関する記述、一応調べてから書いてはいますが、間違い等ありましたらご指摘くださいませ。ではでは、